はい、おはじめおもちバーチャルシンガーソングライターの元住吉なのです。今日はあとプラグイン探求で、フォーカスライトですね、ブレインワークスの BX フォーカスライト SC、 これを探求していきたいと思います。まあ、プラグイン探求はプラグインをね、いろいろ調べていくっていう、インディープインデプスをね、調べていく感じなんですけど、今日は音出しません。で、フォーカスライト SC、ようやく実践投入したんですけど、この間。使った感じね、クリーミーな音質で、私結構好き。なので、おすすめしたいですね。PA のプラグインアライアンスさんの無償配布のね、サウンドワイドだっけのさ、グループに加入したのに、記念の無償配布でいただいたプラグインですが、なかなか良いです。いや、レジュメこんな感じで、チャンネルストリップとは何かみたいな話からいこうか。チャンネルストリップって、まあ、これフォーカスライト SC の感じなんですけど要はですね、このコンソールタグですよね。ミキサー、アナログコンソールのアナログのミキサータグ、ミキサーコンソール、コンソール、ミキサーコンソールっていうのかな、ミキサータグ、タグのこと、タグのことコンソールっていうんだけど、あれを、まあ、シミュレートしたものですっていう感じ。はい。で、です、です。で、まあ、ボリュームがあったりとか、すごい重たくなってる。大丈夫かな。ミキサーがあったりとか、まあ EQ があったりとかね、EQ があったり、まあコンプレッサー、ゲート、それからディエッサーなど、ここはね、フィルターで、このゲートやコンプレッサーに対する信号が何にするかみたいなのをコントロールできるんですけど、まあそれは置いといてですね、そんな感じです。まあ、ともかく実際のミキサーをシミュレートしてるんだよっていうことを覚えておけばいいと思います。で、この特徴なんですけど、まあ、EQ コンプゲートがあるよってことを覚えておけばいいと思います。で、まず TMT か。TMT ここに番号書いてあるんじゃないですか。5350。これステレオモードなんで、こうなんですけど、この番号がね、個体番号なんですよ。チャンネルの。アナログのコンソールって、同じメーカーの同じコンソールでも、個体差があるんですよ。その個体差を、こう、表しているのが、この TMT、トランスペアレントモデルテクノロジー、モデリングテクノロジーだっけ。なんかそんなやつで、ちょろっと変わるんだよね。これがね。で、今左右が30番と31番で違うんで、こうやって EQ カーブも違ったりするんですよ。こうやって左じゃないかな。右のチャンネルだけちょっと大きい、ハイが強調されてるみたいな、ことが起こったりして。まあ、それが、この左右さ、嫌だなっていう人は、このステレオモードっていうのを切ったらいいと思います。そうすると、この左右が同じになるんで。まあ、私あんまね、ステレオで使わないんで、これに お世話になることはないんですけど、まあどっちかっていうと私アナログっぽくこう両方こうブレてる方が好きっちゃ好きです。あんまりセンターに物を置きたくないしね。ドセンター中のドセンターに物を音を置きたくないんですよ。ちょっと病気なんで。で、そうね。で、これランダムボタンを押すと、ランダムにこれが、決まるんで、まあ、何も考えずにランダムボタンポチッと最初にね、押しておくと、いい具合に、各チャンネルがばらけていいんじゃないかなって思います。続きまして、THD、THD ね。で、クリーミーな音質って言ったじゃないですか、クリーミーな音質。何がクリーミーさの原因かって言うと、多分これ、多分これで、もちろん原因をね、コントロールするとこうやって、
変わるんですよ。まあ1キロ入れると3000と5000が出るんで、キスバヨンが強めに出るっていう感じの、タクですね。で、このバイオン感を今デフォルトなんですけど、この THD っていうこのなんかネジみたいなとこあるんだけど、よく見にくいやつね。ここで上げるとね、めちゃくちゃ増えたり、あれ全然なくしたりとか。こうすると、本当に出ないのかな本当に出ないんだったらすごいですけどね。全く歪みがないは嘘だよね。あの EQ だって歪みなんだよ、本当は。THD っていうのは非線形歪み。線形歪みと非線形歪みって分かって、EQ の歪みは線形歪みで、ディストーションの歪みは、非線形歪みで、これはこの倍音がいっぱい出てくるのは非線形歪みってやつね。こんぐらいあったっけ ?6、マイナスいくつ ?60 とかだっけ、まあ、そんぐらいですよね。まあ適当な歪み感になるように増やしてあげるといいんじゃないかなと思います。あとね、まあなんかここで見るのが分かりやすいのか分かんないんだけど、あのレジュメに書いてる V ゲインっていう機能があって、このノイズを増やしたり減らしたりできるんですよね。このカーブ見てると、こうノイズ増やしていくとなんかブルブル震え出すっていうということでですね、まあこれはオフでいいんじゃないかと思うんですけど、いかがでしょうかっていう感じです。あとは、今、こう、デフォルトで、こう、入れると、ハイパスとローパスが、こう、効いてる状態なんで、これ切ってあげるとね、比較的、こういうフラットな、感じになります。これどうなんだろうね。これ、ランダムで、切り替えていくと、ちょっとハイのあたりが変わったりするんですね。なので、やっぱ TMT が、何もかかってない状態でも、EQ とか、あ、EQ セクション自体をバイパスすると株変わりますね。EQ セクション自体をバイパスするだけでこう株が変わる。このつまみをいじってない状態でもこう株が変わっちゃうんですね。なるほどね。あ、ここのオンオフみたいなの結構大事かもしれない。ちょっと持ち上がるのか、そうでもない分かんないですけどで、まあこの辺の EQ は普通ですよね。あ、ちなみにこのハイシェルフローシェルフのフィルターはこのカチカチ式のスイッチですあのシームレスにできるわけじゃないっていう感じですね。こっちはね、こっちはって、これはこう滑らかなんですけどね。で、ちなみに3倍ボタンっていうのを押すと、3倍の周波数で動かせます。で、Q があってっていう、まあ普通ですよね。EQ は普通だわ。普通。で、ハイパスはさ、こう、シームレスなんで、シームレスっていうのかな。こう、ぬるっと動くんですよね。カチカチじゃないんですよ。3分の1ボタンを押すと、こう、すごい、低い周波数まで 1.3Hz、1.3kHz 以上をカットみたいな、結構な激しい設定にもできます。うん。まあ、あんまりやる必要もないとは思うんですけど。まあ、そんな感じっていうことですね。で、あとダイナミックスとかってなんか喋ることあるかな？普通ですよ。普通。あ、リンクスイッチがこれもあります。ここにも。コンプレッサーセクションにもリンクスイッチあって。今、リンクを入れてるのって、こう、右と左がほぼ同じカーブなんですけど、次リンク外してみますよ。リンク外すと、左右でコンプ感がちょっと変わるんですよ。ほら。
左チャンネルの方が強くコンプが今かかっているような状態になっているの で, で大きな音を入力すると若干定位が右によるっていう音の定位がふらつくっていう、こうなんかアナログ感みたいなのが出せるっていうことなんで、まあ個人的にはちょっとふらついくぐらいの方が好きなんですけど、まあこの辺は好みで、クリーンなミックスしたければリンクを押した方がいい。リンクとステレオモードをオフってデジタルにしといた方がいいと思います。そうですね。で、あと、ディエッサーがね、逆にも使えるんですよ。逆って何よって話なんですよ。ディエッサーをオンにすると。この、ここリッスンっていうのを押すと、ディエッサーが、ディエッサーってサシスセソをね、消すやつね。消すじゃない。サシスセソとか、なんか、いう音がちょっとうるさい耳につくことがあるんですよ。でそういった時に、まあ、このリッスンっていうモードにすると、このディエッサーの聞く場所を選べるんで、これサシスセソがあるとどこかなっつって、あ、ここだって言ったら、リッスンして、これね、はい。これ探して、リッスン外して、あとはこれを下げる方向にしてあげると、サシスセソが強く出た時だけ、こう、コンプがかかる。そのサシスセソの部分だけね、コンプがかかるっていう、部分だけじゃないのかな。まあいいや。コンプがかかって設定になります。で、右回すとね、これね、面白いんですけど、右回すと、逆で、サシスセソの部分っていうか、この、ここで、このフリケンシーで設定したところが強調されるっていう、なんか逆の設定できるんですよね。これなんか使い道あるのかわからないんですけど、そんなこともできます。私、左でしか使わない。まあ、普通の人は左でしか使わないと思います。で、ここフィルターセクションがあるんですけど、コンプに送るときのフィルター、あ、これはローパスフィルターですけど、こっちだとゲートに、ローパスフィルター聞かせて送るみたいな、ここは両方に、送るみたいなことはできるんですけど、送るっていうのは、まあ、そのローパスがかかった音を聞いてコンプかけるかかけないかを決めるっていうことね。まあね、コンプとかだと結構なんか変な低域がコンプレッサーに引っかかっちゃったりすることあるんで、ちょっとハイパスをかけてあげて、コンプに送った方が良かったりとかってことはあったりします。ハイパス？ハイパスいいのか。で、これ面白いのはこのね、この左右光った後にもう一回押すと真ん中が光るモードがあるんですよ。で、これ何かっていうと、このフィルターがかかった音を耳で聞けるっていうモードで、だ普通にこのもう一個 EQ っていうか、なんていうかが、フィルターが生まれるっていう、フィルターとして使えるモードが、できますっていうことですね。ここにハイパスもローパスもあるんですけど、もう一個別のハイパス、ローパス、あるいはピーキングの、これね、ピーキングのやつ、これをつくことができますっていう感じです。ちょっとミッドレンジぐらいですね。はい、っていう感じ。まあなんかこの辺は普通だよね。はあ、あんま特別なことはないと思います。音符の動作とか知りたい？知りたくないよね。みんな知ってるの？ゲートとかの動きとかってみんな知ってる？コンプじゃない。ゲート。ディエッサー切って、ゲート今リンクさせちゃう。今に、マイナス 20dB にしてるんですけど、マイナス 20dB になった時に、こう、音量が上がる。まあ、これより低いノイズを消せるってことですよね。レンジっていうのがこれどのくらい音を小さくするかみたいなのがレンジです。まあ、ちょっとだけ落としとくみたいなこともできる。
エキスパンドってボタンを押すと、これがなんか滑らかになるっていう。こう滑らかに上がってくるっていう。ここでなんか使い方がよくわからないんですけど。まあ大体私ノイズゲートとしてしかゲート使わないんで。うんうん。ボーカルとかだったら、歌の、こう歌ってない時の音ですよね。ファーストアタックとかってここで見れるの？まあいいか。うん。音ですよね。それが、ボーカルがわーって歌い出す前は音を落としとくっていう、こういう使い方にしてます。そんな感じ。OK？ だいたい OK かな。というわけで、まあ、あ、そう、あとね、わかんないことあったら、わかんないことあったら、ここに、こう、オープンマニュアルってのがあるんで、これでね、マニュアルをこう出してですね、英語ですけど、英語ですけど、マニュアル出して、これで見ていただけるといいんじゃないかなって思います。Regain All っていうのを下げれるんだ。Running。OK。多分、ダウ上で立ち上がってる全部のこのプラグインのもう一括で動かせるんだろうな。だと思います。まあまあ、難しいこと。ああ、あと、ポスト EQ のボタンある。こうあの EQ をコンプセクション、コンプゲートセクションと EQ のセクションをどっち先にするかみたいな話で、これ光らせると多分ね、あの EQ の後にコンプとかがかかるっていう仕組みになるはずです。そんな感じ。はい。あ、どっちがいいのか難しいですけどね。だから、こっちは、で、コンプかかる前にちょっと調整しといて、こっちで、こっちはポストで使うっていうようなやり方もあるかもしれないね。うん。まあ、そんな感じです。なかなか、なかなかね、使い勝手がいい、なかなか使い勝手がいいプラグインなんで、おすすめですよ。この動画をこう、期間が、無償配布期間が終わってから見てる方も、結構おすすめかも。でも、それなら別のやつを買ってもいいかもしれないけど。最近、SSL 本家からもね、なんか、良さげなチャンネルストリップが出てましたけどね。はい、あ。安い、セールをしてましたけど、まあ、これを見てるときに、それが買えるのかどうかわかんないですけど。はい。というわけで、この動画良かったら、チャンネル登録と高評価お願いします。それでは、おやすみよーし。バイバーイ。